室担当させていただきますのあと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では始めさせていただきます。ノアさん初めてですね。そうですね、めっちゃ緊張しますね。マジですか。そうですね、やっぱりまだお店っていうか、はい、メイドさん始められてどれぐらいですか。ここのお店ですか、はい、はここのお店だと1ヶ月ぐらいですかね、だいたい。じゃあほんまにまだ。そうなんです、めっちゃ新人なんですよ。それはちょっと緊張しますね。そうなんです、すごい緊張してます。あんまりけどね、緊張以上こうやっぱあれですね、リラックスする、お客さんどんどんリラックスするわけじゃないですか。そうなんです。やったら何も考えるとね。そうですね、お客さんとやったらもうフレンドリー的な感じでお話できますね、やっぱり。結構喋るの好きですか。そうですね、もうなんかてか自分からもうパーって話しちゃうタイプなんですよ、ずっと。ああ、はい、そうなの。そうなんですよ。じゃあ、あれですか、じゃあ普段なんか趣味的なことっていうか休みの日とかって何するんですか。普段はですね、趣味はゲームしたり、犬と遊んでたり、ずっとうどん食べてたりしてます。ずっとうどん食べてるじゃない。うどんがありえへんぐらい好きなんですよ。マジっすか。はい、もう今日も朝もうどん食べてきて、昨日の夜もうどん食べました。毎日うどん食べてるんで。マジっすか。はい、それくらいのうどん好きなんですよ。香川の子供じゃないですか。違います。大阪の子供。そうですね、よく言われるんですよ、香川の子なんですか、ね、って言われるんですけど、全然違うんですよ。ただ単にうどん好きみたいなだけなんで。どこのうどんが好きですか。私、冷凍うどんばっかり食べてるんですけど、あの加藤吉。加藤吉の。そうそう、あんなうどんが一番美味しいと思います。加藤吉はね、あのうどんの麺、ね、こねるときにね、はい、なんか1トンとか2トンとかの力でこねる気が持ってるらしいです。すごいですね。だからあんな硬くなるんですか。へぇー。加藤吉にはもう一個秘密があるの知ってます。なんですか、なんですか。あれ冷凍麺でね、はい、普通のに比べてツルツルするし、コシあるじゃないですか、はい、あれね、あ、小麦以外に、はい、でんぷんが入ってるんですよ。でんぷん、でんぷん、でんぷんってあの芋とかの、あれね、タピオカのでんぷんが入ってるんです。へえ、すごい。タピオカってすごいもちもちしてるんですよね。そう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 、タロイモとかいうやつ、だからすごいあんなもちもち感が。らしいですよ。へえ、すごい。なんでそんなこと知ってるんですか。僕はね、うどん大好きなんです。お、同じや、同じや。季節に一回香川に行くぐらいうどんが好きで。いいですね、それ。私まだ香川に行ったことないんですよ。そんなうどん好きで香川行ったら楽しみで死んじゃうんですよ。ほんまですか。それはめっちゃ楽しみですね。一回は行ってみないといけないですね。そのうどんだけ食べにみたいな。マジで、そんなうどん好きやの。そうなんですよ、もうね、たまらないぐらい。どうやって食べるんですか。私はあの釜玉うどん系がすごい好きなんですよ。なるほど、はい、釜玉やったらけどね、はい、あれなんですよ、本当は冷凍麺よりね、はい、やっぱ普通の生麺の茹でる方が、うん、卵の絡み方でね、はい、いいんですよ。詳しいですね、めっちゃほんまに。僕も一時毎日釜玉っていう時期が。あ、マジですか。もう私最近はずっと釜玉しか食べてないですね。ここ1ヶ月ぐらいは。香川にね、あるんですよ、釜玉の元祖の店が。へえ、めっちゃ行きたい。それなんか聞くだけで興奮しますね。ね、それ動画するぐらいうまいんですよ、実際。マジですか。倒れちゃうんじゃないかな。そんな。うまいな。けどほんま普通にうどんでもね、めっちゃ美味しい店だからね。はい、そこの釜玉はえぐいですよ。えぐいですか。まあ、それはえぐそう、ほんまに。いなうどん。毎日釜玉ですか。そうですね、毎日釜玉食べてますね。ちなみに釜玉のね、はい、あれ醤油ですか、いつも。え？味付けというか。そうですね。そんな、そういうだしをとりあえず買ってくるんですよ。ああ、釜玉用に。はい。それで毎日食べてます。どんなだし買うんですか。どんなだしやろ。なんかいろいろあるんですよ。なんか なんて言ったらいいんやろうな。なんかごまとかも前あったんですよ。え、なんか1回分の出汁売ってるんですか。いや、瓶で売ってるんですよ。なんか何回分かっていうので、はいはい、え、それはうどん用の。そうです、うどん用のんで。あ、そうなんかあるん。はい、あるんですよ。最近うどん用のんでめっちゃ出てますよ、いろんな。あ、マジっすか、知らなかった。見に行こう。
そうですよ、スーパーに行けばうどんみたいな感じですよ。へえ、はい、けど釜玉はうまいですよね。釜玉はやばいですね。なんかうどん生まれてきたことに感謝ですよ、ほんまにね。めっちゃわかるわ。ねえ、うどんってうまいだけじゃなくて楽しいね。そう、楽しいですよね。なんかハッピーになりますよね、すごい。楽しい、気持ちいい、美味しいやからね。なんかこのことを他の人とかに言うと、っていつも言われるんですよ。そんなにうどんみたいな。うどん愛が足りないです、ね、足りないですよね、やっぱり。香川とか行ったらね、けど、うん、1日でも何軒も回るんですよ、こう。6軒だね。そんな食べれるんですか。あれ不思議とね、入っちゃうもんなんですか。次のうどん見たら食えるようになるもん。あ、でも私もそうかもしれないですね。なんか次のうどん見たら食べたくなるかもしれない。そうですね。なんか女の子でも結構やっぱ5、6玉ぐらいの食えるんですよ。あ、でも私もなんか柏原とかにあるなんか源太うどんっていうめっちゃ美味しいお店あるんですよ、はい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 、あそこでめっちゃ食べました。女の子やにありへんぐらい食べました。源太うどんである外関西のやつ。そうです、そうです。確かに、あそこ釜玉出してますもんね。はい、あそこも劇的に美味しくて、すごいハマってて、そう、美味しくて、もう何回も食べました。あ、で、あそこも冷凍うどんですよね、確かに。そうですね、冷凍うどんで、めっちゃでもコシありますよね、あそこ。見たんですね、なんか、特注の冷凍やみたいな。はい、もうびっくりする、美味しくて、友達に連れてってもらったんですよ。それでハマりましたね。てか、めっちゃうどん好きですね。やばいです。うどんだけで語れます。ねえ。釜玉以外は開発してないんですか？あと私、すき焼き風のうどんが好きなんですよ。わかる。でしょ？それはね、しかも僕はあえてね、まずいうどんでやるのが好きなんです。なんでなんですか、それは。なんかグズグズに汁吸って持ってる、はい、うどんだらだら食うのが楽しい。私それもでもカトキチで食べますね。ああ、まず、はい、もうとりあえずカトキチがあればいいや。安心のブランドですね。そうそう、安心のブランドですよ。安いしね、冷凍の。そうなんですよ、ね、業務用スーパー行ったら一番安いですよ、冷凍の。そうですよね、業務用スーパー行ったらめっちゃ、しかもいっぱい入ってるのに、そうそう、めっちゃ安いやん、これ何これみたいな、いっぱいですよね。すげえな。業務スーパー楽しいです、すごい。アイスとかもめっちゃでっかいので売ってるじゃないですか。あれを買いますね。500円ぐらいで売ってますよね、めっちゃでっかいの。めっちゃ生活がありますね。そうですよ。スーパーとかめっちゃしょっちゅう行きますよ、私。今聞いてる限りやったら、はい、毎日うどん食って、はい、でかいやつ食ってるって聞いたら、まあ、すごいダメ生活みたいに聞こえます。いや、そんなことないですよ。ダメ生活じゃないですよ。もちろん女の子っぽくなるから、パスタみたいな。ああ、パスタとかそんな好きじゃないんですよね。やっぱうどんが。うどんが好きなんです。それ以外の麺類そんなに受け付けないですよね、なんか知らないけど。あ、マジっすか。そうなんですよ、なんでだろうと思って。けどうどんもそんな好きやったら、ここの近くもあるでしょ、うまいうどん。そうなんですよ、なんかテレビとかでなんかやってるうどん屋さんがあるんですけど、なんか5時までしか営業してないって聞くんで。あ、そうっすね。そう、行けないんですよ、休みの日とか。そこはおいしいですよ。行きたいんですけど ね NGK の裏のところもね。そうね、釜竹うどん。そうです。なんか私がうどん好きって言ったら、なんか皆さんが探してきてくれてめっちゃ情報くれるんですよ、でみんな釜竹うどんが美味しいよって言ってくれるんですよ。だけどなかなか行けなくて、やっぱり釜竹はちゃんとさぬきで、ね、修行してやるみたいな。とてもいいんですよ、めっちゃなんか有名ですもんね、あそこね。実は美味しいですね。めっちゃ行きたいですよ。そうね、並ぶんですよね、だってね。まあけど、すれてるみたいですけどね、回転が。そうなんですか。うどんやから早いみたいな。ああ、徐々に行けるみたいな、多分。まあ、そんなにね、時間かからないし、作るのも来る。一瞬ですもんね。あそこ、芸能人とかめっちゃ来るんじゃないですかね、やっぱり。ああ、確かに NGK 近いしね。ねえ。まあ、ちょっと、それを期待しに行こうかな。結構、そんなそうですね。結構そういうのが。まさかうどんでそんなにね、語れるとは思えなかったです。私もちょっとこの場を借りてうどんばっかり言ってますけど。いや、けど、うどん目的ですからね。ね、目的ですよね。何でも合いますよね、とりあえず。香川のね、はい、学食とか行くじゃないですか。はい、なんか高校の学食とかでも全部自分で茹でるうどんの
あれが全部どこの学校でもあって、うん、しかもそれ置いている面とかも、ね、先生らが近くの製麺所から選んでるやつとかね、はい、すごい、それは素敵。おからめっちゃうまいらしい。ありがとうございました。ありがとうございます。